今乗ったとこ。まいちゃん、いくら私でも乗り間違えたりしないって。あ、お弁当ありがとう。座ったら早速食べるよ。あ、じゃあ切るね、また。席は 11D13 12。あれ、ひよりちゃん、かなみ、もしかして私と同じ特別任務？どうやらな。そっか、私任務の内容については何も聞かされてなくて、詳しいことは現地の担当者にって羽島学長が。日和ちゃんは何か聞いてる？具体的なことは私も聞かされてない。特別任務って何かな？乗客が少ないとはいえ不用意にする話じゃない。ただでさえ都市は注目されやすいんだ。あ、そうだね。午前試合から間もないし、久しぶりってほどでもないよね。そうだな。何をにやけてるんだ。午前試合の日和ちゃん、本当に強かったな。お前に勝つためいろいろと作戦を練ったからな。日和ちゃんに負けて私はまだまだなんだなって思った。でもおかげで今は試してみたいこともいっぱい思いついたし、もっともっと稽古したいんだ。あ、なのに未だに毎日補習授業ばっかりで、3学期分を取り戻さないといけないから当然なんだけど、日和ちゃんはどう？補習授業大変じゃない？お前と一緒にするな。補習授業などとっくの昔に終えている。追試も合格点だった。いいなあ。私は補習に加えて課題も毎日いっぱいだよ。いつも舞ちゃんに手伝ってもらってるし。そのくらい自分でやれ。舞が気の毒だ。でも舞ちゃんも授業の復習になるって喜んで手伝ってくれるよ。ますます舞が気の毒だ。いくら剣術の成績が良くても座学の成績が悪ければ留年もありえるぞ。留年ってことはさやかちゃんや歩夢ちゃんと同級生か。ちょっといいかもとか思うな。まったく、中3といえば本来なら受験生だぞ。そういえば日和ちゃん、高等部ってどう？特にこれといったことはない。制服も同じだし任務の内容がやや変わったくらいだ。ただそうだな、個人的に思うことはある。何？隔離を出会った母と同じ学年になったんだなと。ああ、そっか、あのかがりさんも高校1年生だっけ。あ、うちの師匠は1個上だから高校2年。あ、カオルちゃんやエレンちゃんと同級生か。同じ学年でもあそこにいた母は私よりもずっと大人に思えた。実際母はどのくらいの時間あの場にいたのか聞きそびれてしまったが。そうかな。好み？私にはあの時のかがりさんも今の日和ちゃんも同じくらいに思えるけど。それはお前の。いや、そうかもな。私には母のイメージもあるから、そんな風に思えるだけかもしれない。わ、それわかる。私も師匠を見てるとふとした瞬間とか、やっぱり私のお母さんだなって思ったし。あまり人には伝わらない話だな。そうだね。あ、そうだ、舞ちゃんがお弁当作ってくれたんだ、一緒に食べようよ。いや、私はさっき。じゃあ少しもらう。よっ。舞ちゃん、私より早く起きて作ってくれたんだよ。荷物にならないように紙の容器にしてくれて。お前、少し前に甘えすぎじゃないのか？でもお弁当、日和ちゃんも一緒に食べたよって言ったら、きっと舞ちゃんも喜ぶと思う。うわ、しまった！
どうした？お箸一つしかない。どうしよう。あーんする？しない。交代で使えばいいだろう。あ、お茶も一つしかない。一緒に飲む？飲まない。社内販売で買う。すみません。